食べよう。いただきまーす。サムの興味ない。いい？いいよ。いけないんじゃん。あ、いける？噛み切れる？うん。あ、おいしい。アワビ。おいしいね。どう？うまい。ね。俺、アワビって初めて食べたもん。そんなことねえよ。そんなことねえよ。あ、おいしい。うまい。うん。あの、旅行に来てます、実は。言い忘れました。どこでしょ？どこでしょ？もうこれでバレるんだよ。うん。うん、どこよ、言って。熱海。うん。熱海です。熱海です。うん。まあ、うまいわ。あ、おいしい。うん。どこ行くといい？どうする？秘宝館行っとかないといけないんじゃない？どうすんの、ムラムラしたら俺。抑えきれないよ。そこでムラムラしたら。そこではやめてよ。抑えきれない、抑えきれない。そんな。いや、そんなムラムラするような場所じゃないでしょ。多分。面白いところでしょ。そうなの？うん。いや、ちょっと待って。いや、待って、どういう気持ちでいたらいいかわかんない。こっちの気持ちが追いつかない。俺がやる。こっちの気持ちが追いつかない。あ、かわいい。似合ってる。あっち。すげえ。すげえじゃん。すごい。暑いよ。暑いね。暑い。落とさないでよ。うん。落とすなよ。落とさないよ。あれだよ。押すなよって一緒で。やめろ。落とすなよ。やめろよ。怖いな。本当やめて。落とさないでよ。大丈夫だよ。え、落とせばいい。てか、やばいね。うん。やばかったね。やばかった。心房があってる。あそこに。やばいね。ちょっとびっくりした。ピアスは開いてない。うわ、怖っ。そういうの嫌だんだけど。俺は嫌いじゃない。やめろよ、気持ち悪いんだ。気持ち悪いよな。熱すぎる。もう、それ、あれじゃん。モザイク処理しない。しないといけないから。ダメじゃん。サインでしょ、だって。うん。もろ書いてんやんけ。うん。いいね、エビスタンだし。やばすぎ。もうそれは、熱海が悪いんじゃん。え、ほん、あ、一回行ったことあるんだよね。一回行ったことあるな。え、それで本当に良かった。うん。眺めがいいよ、眺め。絶対良かったと。さっきと同じ眺めが見れる。まあほら、夜たくさん食べるための、え、大丈夫、大丈夫、大丈夫。前の。いつでもお腹空いてくから。舐めんな。大食い舐めんなよ。大食いじゃねえじゃん。ね、もう、わざとやめてよ。わざとやめてよ。そんなん、翔ちゃんがさ、当てて当てて当てて。当たってないの？当ててない。バーもう。違うじゃん。もう今バカって言うんですよ。こんぐらいでやって。なんでわざわざこんなしなきゃいけないの？いや、ほら、その方が風がたくさん来るから。あ、そうそうそう。いや、暑いよ、今日。暑い。なんかせっかくさ、うん、足湯とかあるのにさ、うん、入る気にならないって。まあね。え、てか、部屋、露天風呂なの？露天風呂なの？暑い。暑いかな？暑いよ、多分。やだな。いいじゃん。涼しいクーラーの中で、ゆっくりしよう。うん。うん、やる？いや、こんなんで指入れたところでストレスとか分かってほしくないです、ここ、うん、やります。やるの？やるよ。もうこれストレス80とかだったらもう11分のせいだから。なんでよ。なんで？熱海のせいだ。熱海の暑さのせい。そうよ。なんか翔ちゃんの財布さ、なんかそれ財布持ってないの？いろいろだから、その仕事のやつとかしなきゃいけない。何その財布。いい？うん、いいよ。多分今のでストレスが10くらい上がったから。え、3分以内に。何でした？うん、あ、ドリカムです。あ、それであれでしょ、リラックス効果でしょ。ありがとうございました。もう出たの？え、
脈が早すぎます。どういうこと？やばいやばいやばい。脈が早い。っていうの逆にストレスが なさすぎ。45ってすごくない？すごいね。脈早すぎってなんそんななんかドキドキしてんの？上がってきたからじゃない？エレベーターだね。やるあ、違うわ、翔ちゃんほら、高所恐怖症だからさ。ここの景色がちょっと高すぎて。そういうことだ。確かに。うん。俺は大丈夫です。大丈夫？うん、大丈夫です。ストレスなさすぎだろ。うん、やばい、逆に。もうこれリアルだったらもう死んでます。はい、微妙。難しいね。え、ただなんだね。ただなんだ。すご。すご。ね。いいね。夏男。ギュッとしてくれてもいいんだよ。ギュッとしてくれてもいいんだよ。大丈夫です。暑いから。イェイ。イェイ。わー、わー、わー、わー。二人なのにベッド四つ露天風呂付きです。イエイエイエイ、露天風呂付きです。あ、いいね。やばいね。やばい、めっちゃ広い。めっちゃ広いね。もう早速露天入ったね。うん、めっちゃ気持ちいい。うん、かわいい。うんうん。なに？ん？なに？かわいいから撮ってんの。うん、かわいくない。かわいい？かわいくない。かわいい？かわいい。かわいい？もういいってば。やめて。風は強いけどこんな感じだよ。ね、風強いね。風だったり。ああ、気持ちいい。うん。最高だね。最高。最高です。うわー、雨が。まあでも。うん。雨が降ってるんですよ。屋根もあるけどね。ああ。どうせ濡れてるから。マジ。わあ、気持ちいい。ああ、でも気持ちいい。気持ちいい。いや、マジ最高な部屋なんだけど。甘い、甘い言わないの。なんで？マジに。エロ。本当だ。エロ、なんだこの部屋。すごい。イエーイ。なんか暗くない？暗いか。じゃ暗くないとこ行けば。あ、でも、まあそうね。あ、お、綺麗。あ、なんか超イケメンに見える。イケメン見えるってないよね。イケメンなんだよって言ったら失礼だ。光の具合いる。すごいじゃん、雨。本当だ。よかったね、ちょうど。何がよかったねだよ。
ちょうど出た時にさ、なんかまた暗くなった。りょうちゃんが雨男だからです。いた、カメラがブレるじゃないか。そんなことないだろ。ほら、何、あんたの力で雨になったよ。おめでとう、雨男さん。うるせえよ。絶対そうじゃん、俺もうやだもん。でも一瞬なんか晴れ予報だったんだけどね、 2,3 日前。沖縄、沖縄、京都、京都、草津、かっこ、雪ね、うん。今まで行ったところどこも雨。俺のせいじゃなくて翔太のせいっていう可能性もあるよ。いや、ない。なんでよ。だって俺あなたと一緒になるまでなかったもん。そんな俺もないわ。すごくない？ちょっと思ってるでしょ、そろそろ。思ってな。ちょっと思ってるでしょ。いや、俺のせいじゃない。だって休みの日とかさ、うん、どんだけ晴れが何十連日、うんうんうん、晴れでもさ、もうあなたが休みっていうところでそこだけ雨みたいな。ね、すごくない？すごい。それはすごいよね。今日だってここさ、うん、今週多分雨、今日明日でしょきっと。そうなんだっけ。うん、あ、俺らが来るからだよ。ええー。俺らが来たから雨になったんだよ。マジかよ。すごすごいでしょ、もう天才って呼ぼうから。呼んで。雨天才。何雨天才って。雨天才だ。なんだすよ。やっぱ食べたい、なんか。いやでもお腹いっぱいっちゃお腹いっぱいなんだよね。すごい。お腹いっぱいではない。食べれる。マジかよ。陽一も映れよ。いいよ。なんかやばいね、あの体験。いや違う、言っていいのかな、うん、AV 男優みたい。やめてよ。いやマジで。誰が AV 男優。マジでマジで貫禄あるよ。うん、やだ、ちょっとお腹に貫禄がある。いやいや、そこは気にしないよ、全然平気。本当？うん、大丈夫よ。旅行めっちゃ楽しいね。明日も楽しもうぜ。うん、美味しいもんめっちゃ食おうぜ。何食おうかね。海鮮食ったじゃん今日。いや違うよ、違うじゃん今日。食ったじゃん、やっぱりだったじゃん。え、まずかった？まずかったんですか？ここ熱海ですよね。うん、なんでなんかその新鮮じゃない刺身なの。嘘、新鮮だったよ。そんなことないよ。うわ、お寿司とかもあったけどさ。うっせえ客だ、うっせえ客だわ。美味しい海鮮食べたい。食べて食べて。はい、というわけで、皆さんにお知らせです。今日ですね、僕はちょっと髪を洗うのがちょっと面倒くさくなってしまったんですね。で、まあ明日洗えばいいやって思ったんですけど、明日入るのも面倒くさいって思ったので今入ったんですけど、それ でそこでいいこと考えたって思って、あ、寮に髪洗ってもらおうっていうふうに言いました。で、そしたら彼はなんと、もうお風呂に入りたくない、二度目だっていうことを言ってもらって、で僕はですね、普段4度目だそうです。で僕は普段ですね、お風呂を自分が入って、で寮が仕事から帰ってきて、で寮がなんか髪洗ってほしいどうこうとか言ってくれるから僕は二度入ります。まあまあ疲れてるから仕方ないなと思って、まあ、それはそれでいいんですけど、今日でですね、ちょっとメガネ入れとくねっつって、俺普段コンタクトなんでメガネ入れてもらおうと思ったら自分のだけしか入れてなかったことに気づきまして、僕目パサパサになって過ごしていけばいいのかなって感じで、もう髪も自分で洗いましたし、もううるさーい、わっ、うざうざうざっていうことでですね、うるさい結果ですね、今日これシングル2つとダブル1つあるんですけど、でダブルで一緒に寝ようかなと思ったんですけど、もうシングル、お互いシングルで寝ることになりました。うるさーい。はい、恩をあだで返す人です。この人は。うるさーい。
ダブルで寝るからお前そのソファで寝ろ。はい、こういう人です、この人は。はい、撮ってますよ。全然いいですけど。あー、広々と寝れる。はい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 。あの、僕はいつも、よくわかんないけど2度入ってる。でも、彼が疲れてるから仕方ないなと思ってやってますけど、僕は今日断られました。しつこいなぁ。そんな2回も撮るようなことじゃないでしょ。あー気持ちいいね。朝でーす。朝でーす。でもなんか朝の神社っていいね。あ、ほんと？うん。へっへー。ちょっと待って。あの、まあ、木も気になるんですけど。あれ？なんなのあれ？あれ何？日光浴だ。え、やっぱり、まんまじゃねえかよ。そういうこと？え、翔太もやる。